買ってきました。友人17枚もらってきた。18か。でランダムめっちゃ買ってきた。このアクスタね、5個しか買ってないからちょっと開けてみようかな。アクスタ買った？かわいいね。引いてきた。珍しくね。やったー、かわいい。せーの、お、引きやば。やったな、サトル。あとめぐみだ。こういう時に限ってあの子来ないから。せーの、あら、かぶっちゃった。あと残り1個。じゃあラスト、せーの、はい。5個買って2個だよ。次ママね。ママポン4。せーの、おー、やったー、少ない。せーの、おー、22で揃った。せーの、おー、安定の。アダルトしか聞いてない。うん、確かに。じゃあ7水のこれアダルトしか聞いてないから。せーの、本当にアダルトしか聞いてない。あ、これもあった、カード1、2、3、4、5、6、7、8。なんか種類分までらしい。これから開けるトレーディングステッカー、もちろん狙いはユージくんです。せーの、お、ママユージ。あ、ロバラ、あれこれ結構、あ、でもさ順番じゃなかったな。ロバーナちゃん、ロバラちゃんファンパレでねめっちゃお世話になってるから。せーの、お、安定だな、本当に。来ないときないです。せーの、お、アダルト何なんです。せーの、お、スクナだ、やった。せーの、お、マヒタンかわいい。せーの、お、本当だ、かぶらず来てる。ゲット、めぐみだけだった。あと、あれ、めぐみいない。サトル2枚だ。アマポン、え、いやいや本当にバラバラでサトルかぶったから。せーの、あれ、メグタン、やった。せーの、お、スクナ、あ、3枚目だ。ユージくん、うん、お、スピード出してきたよ、乗りに乗ってきたよ、メグタン。せーの、お、マヒト。せーの、え、ノバラちゃんマジあれだね、発色いいね。せーの、あ、来た、よかった。2枚あればね、最後の1枚。あれ、ママサトル出してないね。せーの、うわ、来るね、ちゃんとね、ちゃんと来るんすよ。アクリルブロックいく。おー、うちだけ4だ。じゃあ行こう、まず私の4から。あ、結構ちっちゃい。せーの、あれ、かわいい。え、なんかめっちゃいいんだけど、グラデーションがいい。厚みもね、かなりあんの、これ。え、なんかアクスタよりも好きかも。わかる。コンプしたい。の。ねえ。ねえ。ほんと来るな。だからよ。かわいい、サトル。あら、綺麗。やっぱりいいね。の。お、これユージで。せーの。あ、うまいこといかんかったか。かわいい、マキトリ。マーポン最大8個買ってきました。せーの。あ、かぶってしまった。ユージ。せーの。あ、ユージかと思った。せーの。お、ナナミン。あと2人。かわいい。ナナミン。せーの。お、あとユージだ。せーの。あと3つ。せーの。ねえ、サトル、ちょっと助けて。せーの。やばい、水色軍団が。じゃあ、ラスト。せーの。で、これ。スクエア、ロング缶バッジを16個最大。16個買ってきました。せーの。わー。かっけー。スクナ。お、なんなん、うちこっちの方が好きなんだよね、全身よりも。
お、ノバラ全身。おー、あ、ユージかぶった。あ、めぐたん、わーい。ねえねえ、2節つく。わー、かわいい、発色がいい。でもあなた全身来てないじゃん。え、てか全身ないんだけど、今思えば。あ、全身来た。ちょっと待って、3つ目なんだけど。ねえ、ちょっと待って、ね、待って。あ、びっくりした、もうほんと怖い、どうしよう。あ、2個目かラスト。え、ねえ、ユージ1個もないんだけど、最後。え、ねえ、ユージ1個もなかった。8個しか買えない、問題頑張って、これ。お、マスト安定だな。お、ユージ来た、よかった。あ、マスクやっぱ多いな。ノバーナちゃん、の、あ、ね、見て、2個目。せーの、え、せーの、3つ目だ、ユージと一緒。じゃあママポン8個いきます。せーの、大使恵みですね。せーの、あ、よかった、心配してない。せーの、お、ノバーナちゃんの、おー、せーの、お、あ、スクナ出てなかったから。せーの、マヒとあなた4つ目よ。せーの、お、初めてだ、ゲット。せーの、おー、2個目、すげー。お、缶バッチ食いなしだね。で、あとはこれ買ってきたよっていうやつですね。はい、ということで、ベースヤードから帰って、ガンダムグッズをね、一旦並べました。かなり数が多くって、床に布を敷いてね、ちょっとグッズを並べたんですけど、めちゃくちゃ端っこまで行っちゃって、こうなっちゃってるんですけど。で、こちらのランダムはですね、二人分で、最大個数制限まで買ったものになります。で、まあ、ユージはね、現地でアクリルブロック交換できたので、1個ね、ゲットすることができました。本当に良かったです。なんかね、そのクリアポストカードの方がソールドアウトで買えなかったのね。だからなんかまあ、入荷した時にまた買いに行けたらなって思います。まあ、この前1枚だけ買ったら恵みだったんだけど、あの時ちょっと買っとけばよかったなと思った。で、こっち側にあるのが、第2弾のね、購入特典になります。これが欲しくてね、ランダムを抑えてたんだよね。だから前回の大きい買い物は、等身大のポスターぐらいしか買ってなかったから、もうやっと買えたって感じです。うちの子だけがなんと5枚ずつ来てくれました。ユージとめぐみとサトルだけが5枚。嬉しい。で、こちらがね、ランダム商品なんですけど、あと、単体商品で、こちら、ユージのクリアファイルがね、ソールドアウトだったので、こちら、スクナのね、クリアファイルを買ってきたみたいです。こんな感じにね。まさかのクリアファイルソールドアウト。で、それで続いては、こちら、ダダン。ビッグアクリルスタンドです。なんかね、普通のサイズのサトルは、もう先に買ってたんだけど、初日にね。で、なんかやっぱ、こっちの特典が欲しかったから、あんまり買いたくないなと思って。いやー、でも行く頃にはサトルなくすはないかなと思ったんだけど、めちゃくちゃあって、無事購入することができました。よかったです。はい。で、あとはこちら、ゆうじくんのアクリルキーホルダーです。こんな感じにミニキャラのやつ。めっちゃ可愛くない？このキーホルダーはね、12月から発売したものになります。こちら、アクリルブロックです。これもね、初日買ってなかったんで、残っててよかったです。ほんとクリアファイルぐらいだな。単体は。で、最後に、こっちのアクリルスタンドもね、前回買ってなかったんだよね。これもね、なんかね、ベースヤードっていつも、アクスター2種類必ず出すじゃん。こういうバージョンと投資みたいな。めっちゃ可愛い。てな感じで、ベースヤードで買ってきたものは、こちらで以上になります。めっちゃ大量超大量なんだけど。いやー、ちょっとね、まだ心残りはあるんでね、と売り切れたものは後々ゲットしに行こうと思います。
はい、ってことで皆さん、ぜひね、初日に行った時のベースアラ動画、まだ見てない方は、ぜひ見てみてください。いや、こんな感じにね、無事にランダムは変えたので、一安心しました。じゃあまたね、これからの呪術回戦の動画、お楽しみに待っていてください。チャンネル登録と動画の感想お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。おつぱん！バイバーイ！